けねえよ。ダメ。ザッ。あげる。ザッ。ザッ。クラ。ザッ。マッチ。ここでやればいいアンダルは。ザッ。あげる。ザッ。ザッ。ザッ。言われたことやめよ。ザッ。なんでやんねんだよ。ザッ。ザッ。言われてんだろ。ガン。ザッ。仮入部の時に2年生にばったり出くわして、で連れて行かれたのがきっかけです。その後に福岡音楽練習の最終日の演技披露を見て入ることを決意しました。いや、自分の場合ですが、そのやっぱりそれを乗り越えて、でもなんか一緒の思い出になるんじゃないかっていうのが一番強かったです。それを仮入部の時にその先輩方に聞かされて、じゃあ自分もやってみようかなっていうことを思いました。対面式は効果音楽練習のイメージが強くてとても怖いイメージがあったんですが、仮入部で話をしているとどんどん優しいところも見えてきました。本入部した後も怖い時もありますが、優しいところもありまして、その練習とちゃんと区別があってメリハリがあります。豆腐とかもそうなんですけれども、先輩後輩上位関係ですね、これが応援団というと、まあ、特に厳しいんじゃないかっていうふうに思ってたので、そういった中でちゃんとやっていけるのかなっていうのはちょっと体調を持ったときに、はい、気持ちでしたね。今日輪の下にことにですか、で、OB に案内状を書くときですね、それは全部手書きなんですけれども、夜もっと早く始めればよかったんですけども、日曜日の3時、4時ぐらいまでかかってですね、字がちょっとかっこ悪かったりとか、変な字を文章的には間違ってないんだけど、なんか自分で気に入らないと思うついててですね、何枚も何枚も書き直して、夜中で朝方までかかってたとか、まあ、なんか責任感だいぶかなっていう気がしますね。あったらあったこだわりかけないで
太鼓はちょっとミスってしまうことが多くて、あまり自分的にはよろしくなかったと思います。バックのレベルだったり、その太鼓の評価っていう面もあるけど、まず最初に応援団としての日常生活的な面が全くできてなかったんで、まあ、応援団はそういう見られるとこだけじゃないんで、そういう裏の面でもしっかりしてないと、そういう本番ではうまくいかないと思うんで。大きなミスはしなかったので良かったと思います。80点です。ゼロというかマイナス2くらい。まあ俺が普段取ってるリーダーをその2年である下村にやらしたわけだけど、基本的なリーダーの方法からだいぶずれちゃってて、あとは第一応援歌っていうのは月が一番大事なところで、その月の方法を何日間もずっと教えてきてたんだけど、それが治らずに、自分でできてると思ってるのかもしれないけど、応援団としてやってきた人から見れば、まあ、最低な第一応援歌だったんじゃないかなと思う。やっぱりちっちゃい、本当にちっちゃいミスが多かったと思います。やっぱり基本的なところなので、その辺は絶対にミスんないようにしていきたいと思います。そうですね、時間が本当もう遅いんで、夕飯を取ってでお風呂入って寝るって形です。やっぱり自分ではやってるつもりになっているのかわからないんですが、その幹部の方にその何度も同じことを言われると傷つきます。中学校の時は家族とかそういう親とかをあまり大切にしなかったんですが、その高校生になってからは親を大切にするようになって、でやっぱ家族と一緒にいる時が一番幸せです。
最初から気合入ってるんだよ。あー10秒も経たねえってあるもんなんだよ、そういう時は。